ハスマースハイム。ハスマースハイムは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ネッカーイコールオーデンバルト軍の町村以下、本校では便宜上、町と記述する。ハスマースハイムは、ネッカー川の渓谷沿い、標高140メートルから297メートルに位置する。ネッカーイコールオーデンバルト軍の外縁部にあり、南は、ハイルブロン軍と境を接する。 ハスマースハイムは、ハスマースハイム地区自身のほか、ホッホハウゼン地区、ネッカーミュールバッハ地区からなる。ハスマースハイムは、774年6月7日に、ハスマースハイムとして、ロルシュ文書の文書番号2431に、初めて記載されている。文書番号2432及び2433にも、別の寄贈証明書が残されている。 792年12月31日付の文書番号2447にはアスマーレースハイムの名前が使われている。現在のホッホハウゼン地区、ネッカーミュールバッハ地区は、それぞれ788年、856年に最初の記録が残されている。ハスマースハイムは、古くはフランケンのガウ・ビンガルタイバ属した。このガウ、行政管理区分は、 1976年にボルムス聖堂三次会領となった。ハスマースハイムはネッカーガウにも属していた時代もある。この村は1011年に皇帝コンラート2世によって聖堂三次会に寄贈された。この頃にはハスマースハイムやネッカーガワを隔ててこの村と向かい合うホルンベルク城の霊園主としてラウフェン博が文献上に登場する。この博は後に おそらく、ハガウの白となり、この地域のネッカー川の水運を管理した。また、ハスマースハイムあるいはその一部を、たびたびホルンベルク城もしくはその一部と共に城として、盛る。1325年のバインスベルク家の相続に際し、この村は、コンラート五世、フォンバインスベルクとエンゲルハルトイコール、コンラートフォンバインスベルクに分割された。1330年には、ネッカー川の私に関して、 初めて言及されている。1366年4月20日付の皇帝カール4世の文書中に、シュパイアー司教本部がこの地の権利と所領を新たにした記述がある。1411年に、ドイツ騎士団がこの村を獲得し、1416年には、旧中白夫がこの村の自分の所領分を売却している。1457年にこの村は、ハンスフォンゲン民元ンンに、 七位入れされるが、彼は1449年にはすでにグッテンベルク、上有していた。1474年、ルッツショットフォン・ショッテンシュタインは、この村を、プファルツ選定校に奪われた。1504年に、息子のコンツショットフォン・ショッテンシュタインは、カモンの所領を奪い返した。その後、この奪い取った所領に関する訴訟にも勝利した。1517年、 ゲッツフォン・ベルリヒンゲンは、ホルンベルク城と、ハスマースハイム、シュタインバッハ及び、ネッカー・チンメルンを例園として獲得した。1554年には、町長がいたことが分かっている。1555年、プファルツ選帝公は、プロテスタントに改修した。それに伴い、ハスマースハイムにも、宗教改革がもたらされた。この村はこの後18世紀に至るまで、 プファルツ選定校が終始を変えるたびに何度も改修を繰り返すこととなった。三十年戦争ではこの村は何度も荒らされた。特に1622年夏のビンプフェンの戦い後には激しい略奪が行われた。1624年ハスマースハイムは他のネッカー渓谷の町と共にハイデルベルクを降伏させたティリー白軍によって略奪された。 1626年と1635年には、ペストが猛威を振るった。この村に再び人が定住するようになったのは1660年以降に、スイスやシュタイアールク地方からの人々が入植してからであった。この結果、この村には、様々な宗派、ローマカトリック、ルター派、改革派が入り混じったが、1711年にルター派の教会組織が、 1729年には改革派の教会が築かれた。一方、これより以前の1699年にはネッカーガー沿いにローマカトリックの教会が建てられてもいる。1792年から1799年のフランス革命戦争の時代にはフランス軍によって略奪が行われた。1813年には コサック人が数週間にわたりこの町を占領した。1817年には飢饉に襲われた。1824年10月30日、19世紀最悪の洪水災害がこの町を襲い、2軒の家屋が流された。1729年に築かれたプロテスタント教会も洪水により甚大な被害を受けた。この頃、ハスマースハイムは、 南ドイツ最大の渡し場とみなされていた。1809年にはすでにツンプトが発足していた。1812年には250人の人口に対して51艘の渡し船があった。1860年には73艘が稼働していた。1917年から1918年、ハスマースハイムにイオ療精錬工場が建設された。ここでは、 ネッカーツインメルン両採掘場で採掘された硫酸カルシウム鉱石を軍事上重要なように精錬していた。この工場は1919 19年以降ベルサイユ条約に基づいて大部分が解体された。ハスマースハイムとネッカーツインメルンを結ぶ橋は残されたが第二次世界大戦でこれも破壊された。1930年ハスマースハイムは 約1730人の人口があった。1935年にネッカー川はマンハイムからハイルブロンまでが運河化され、新たなネッカー川水運が幕を開けた。1972年1月1日にホッホハウゼンが合併し、1月30日にはネッカーミュールバッハが住民投票により合併を決定した。1975年にホッホハウゼンと ネッカーミュールバッハを含むハスマースハイム、ケルバーツハウゼンを含むヒュッフェンハルトと共に、ハスマースハイムイコールヒュッフェンハルト行政共同体を結成し、本部がハスマースハイムに置かれた。1978年にはハスマースハイムの人口は約4150人になった。1988年、渡し船存族の住民決議が採択された。 プファルツ選定校の改修に伴い、ハスマースハイムには1554年に改革派の進行がもたらされた。1555年からワルター派、後にカルバン主義改革派に転じ、1585年に改革派に、さらに1648年にカルバン主義改革派に戻された。1698年からは再び村にカトリック信者が住むようになり、 1711年には、プファルツ選定校が、カトリックに改修した。この村は二つの宗派で揺れ動き、村の教会は、時に非宗派別教会となった。両宗派の教会は、その後、新設された。ハスマースハイムは現在プロテスタントが優勢な町で、あるが、ローマカトリック教会や新首都派教会の組織もある。第二次世界大戦後の主張を列記する。 ハスマースハイムの議会は17議席からなる。ハスマースハイム駅は、町からネッカー川を隔てた向かい側にあり、電動車建引式の渡し船で行くことができる。この駅からは、ネッカータール鉄道経由で、ハイルブロンイコール、シュトットガルト方面及びネッカーエルツ方面に、アクセスできる。ネッカー川の対岸には、連邦道、B27 号線も走っている。 最寄りのアウトバーンのインターチェンジは A6 号線マンハイム・シュトゥットガルトのバーとラッペナウインターチェンジで約15メートルの距離にある。ハスマースハイムは多くの見どころを持つ古城街道沿いに位置している。ドイツ連邦共和国初代大統領のテオドールホイスの家族はハスマースハイム出身の家柄である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。